この世の務めを終えようとしていた時イエスは弟子たちに新しい戒めと呼ばれるものを与えになりました三度繰り返されたこの戒めは簡潔でありながら難しいものでした私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい互いに愛し合うというこの教えは救い主の共同の技にあって中心となる教えでした そして2番目に大切なのは自分を愛するようにあなたの隣人を愛することでしたイエスはさらに敵を愛しなさいとも教えられましたイエスがご自身の民を愛されたように周りの人を愛するというこの戒めは主の弟子たちにとってまた私たちにとって他に類のないチャレンジとなりましたモンソン大館長は今年の4月にこう教えられています愛はまさに福音の真髄であって イエス・スキリストは私たちの模範であられます。主の生涯は愛の遺産です。互いに対してキリストのような愛を持つことはなぜそれほどに難しいのでしょうか。それは私たちが心情、価値観、制約の義務を共有しない人々と共に暮らさなければならないからです。十字架におかかりになる前に捧げられた鳥なしの祈りの中で、 イエスはご自身にに従うう者たたたちのためにこう祈られました私は彼らに御言葉を与えましたが、世は彼らを憎みました。私が世のものでないように、彼らも世のものでないからです。そして御父にこう嘆願されたのです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しきものから守ってくださることであります。私たちは世にあって世のものとならない必要があります。 世の中で生活しなければならないのはイエスが例えで教えられたように神の王国はパンダネのようなものでありその影響力によって世の中全体を高める務めがあるからです。主に従う者たちが同じ心情や慣習を持つ人たちとだけ付き合っていてはそれを行うことができません。 そしてさらに救い主は主を愛するならば主の戒めを守らなければならないとも教えておられます福音には異なる心情や慣習を持つ人々の中で生活しながら戒めを守ることに関してたくさんの教えがあります争いに関する教えはその中核をなします復活されたキリストはニーファイ人がバプテスマの様式について争っていることに気づき この儀式を執行する方法について明確な指示をお与えになりそれから次の偉大な原則を教えられました「これまであったような論争が今後は決してあなた方の中にあってはならない」「また私の教義の要点についてこれまでにあったような論争が今後決してあなた方の中にあってはならない」「まことにまことにあなた方に言う争いの心を持つ者は私につく者ではなく争いの父である悪魔につく者である」 悪魔は互いに怒って争うように人々の心を煽り立てる。見よこのようなことをやめるようにというのが私の教義である救い主が争いをやめるように警告されたのはバフテスマに関する戒めを守っていない人々だけではありません。あらゆる人々に争いを禁じられたのです。 戒めを守る人々であっても怒って争うように人々の心を煽り立ててはなりません争いの父は悪まであり救い主は平和の君であられるのです同様に聖書は知恵ある者は怒りを鎮めると教えています初期の人たちは平和に役立つことを追い求め愛にあって真理を語るよう進めています人の怒りは神の義を全うするものではないからです 現代の刑事で主は回復された福音の喜ばしい知らせを各人がそれぞれ隣人に穏やかにかつ入和にまた謙遜の限りを尽くして罵る者に罵り返すことなく宣言するよう命じられましたまた入和になり争いを避けるよう努める時でも自分が理解する真理に対する決意を曲げたり 弱めたりりするようななことがあってはなりません自分の立場や価値観を放棄してはいけないのですイエス・キリストの福音や交わした制約のゆえに私たちは真理と誤りの間で繰り広げられる永遠の戦いにおいて戦士としての役割を果たすことを避けては通れませんこの戦いに中立地帯は存在しないのですご自身に敵対する者たちから 会員の場で捕まえられた女性のことで詰め寄られた時救い主はその方法を示されました自らの偽善を恥じった告発者たちはイエスのもとを離れていきその女性だけが残りましたイエスはこの女性に思いやりを示しその場で罰することはなさいませんでしたしかし同時に主は揺らぐことなく 今後はもう罪を犯さないようにと教えられたのです愛にあふれる優しさは必要ですがキリストに従う者は救い主と同様確固として真理を守るのです救い主と同様救い主に従う者は罪深い行為と向き合わなければならないことがあります今日では自分の理解に基づく善悪の捉え方を貫こうとすると頑固者あるいは狂信者と呼ばれることもあります 数多くのこの世的な価値観や慣習が松一生徒にそのような難題を課していますその中でも際立っているのが合衆国の数多くの州やカナダをはじめ多くの国々で見られる同性婚を合法化する強い風潮ですまた世の中には結婚の正当性を全く信じない人や子供を持つことに懐疑的な人もいます ポルノグラフィーや危険な薬物を規制すするることに反対する人もいますまたほとんどの信者にとって身近なもう一つの例は信仰を持たない伴侶や家族と共に生活をするというチャレンジあるいは信仰を持たない職場の同僚と付き合うというチャレンジです私たちは神殿や礼拝の家自宅などの封建された場所において 真理と戒めをわかりやすくかつ十分に教える必要がありますそれらの真理と戒めは回復された福音の中で掲示された救いの計画の中で明らかにされていますそしてそうする権利は憲法が保障する言論と宗教の自由によりまた憲法による正式の保障がない国でもたっばれているプライバシーの原則により守られていますしかし 宗教を信じる人々が公の場で何かを語り行う場合はその他の配慮も必要です宗教の自由な実践はほとんどの公的活動に適用されますが他の人々の信情や慣習を受け入れるという前提の上に成り立っているのです性的な搾取や暴力あるいはその他のテロ行為など一般的に正しくないあるいは受け入れ難いと認められている行為はたとえ 過激派がが宗教の名の名ででで行っっった場合であてても法律によって禁じることができますしかし一部の信者にとっては受け入れ難くてもモルモン書の預言者の言葉を借りれば民の声で合法化された場合それほど深刻でない行為については耐え忍ばなければならないこともあります公の場での話し合いについて言えば隣人を愛し争いを避けるという福音の教えに 皆が従従ううべべききでですすキリストに従う人々は礼節の模範となるべきです私たちは全ての人を愛し良い聞き手となり相手の誠実,誠実な信条に関心を示すべきです賛成はできなくても攻撃的になってはなりません意見の分かれるテーマについては争いを引き,起こす引き起こすような態度をとったり発言したりするべきではありません私たちは知恵を使って 教会員としての立場を説明・追求し影響力を行使するのですその際私たちの真心からの宗教的信条や宗教の自由な実践が人を不快にさせないようにと願っています私たち全員が救い主の黄金律を実践するようにすなわち何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りできますように私たちの立場が優勢でない時も 望ましくない結果を定調に受け入れ、敵対者に対して礼儀正しく振る舞うべきです。どのようなことが起ころうとも、すべての人に親切な態度を示し、人種、民族、宗教的信条、あるいは不信仰、性的嗜好の違いに基づく迫害を含めて、いかなる種類の迫害も拒むべきです。 これまで一般的な原則について話してきましたが救い主の教えにさらに忠実に従うべきさまざまな状況の中でその原則をどのように応用すればよいのかこれから話したいと思います。まず幼い子どもたちが遊びの中で学ぶことから始めましょう。ここユタ州では自分たちの子どもが宗教の異なる子どもと友達付き合いをするのを許さない一部の教会員のために 教会員でない人たちが傷つき、疎外感を味わう事例があまりにも頻繁に起きています。自分と異なる人々に対し、接触を避けさせたり、失礼な態度を取らせたりすることなく、子どもに価値観や行動の標準を教えることは確かにできます。教会でも学校でも、教師たちの多くが、末日生徒の青少年を含む一部の10代の和行動の互いへの接し方を見て嘆いています。 互いに愛し合うという戒めには、宗教の枠や民族文化、経済の枠を超えて愛し合うことも含まれているはずです。私たちはすべての青少年にチャレンジします。いじめ、侮辱、意図的に他の人に苦痛を与える言葉遣いや慣習を避けてください。このような行いはすべて、互いに愛し合うという救い主の戒めに反しています。 争いは悪魔の道具であると救い主は教えられました。これが今日の政治における一部の言葉遣いや慣習とは対象した教えであるのは確かです。方針の違いに対処することは政治に不可欠な要素ですが、方針が違うからといって政府の運営を妨げたり、参加者に罰を加えたりするような個人への攻撃は必要ないのです。私たちは皆、憎しみに満ちた言葉のやり取りをやめ、 意見が違っていても礼儀正しく振る舞うべきです争いをなくし相違に対する敬意を実践するための最も大切な環境は私たちの家庭であり家族関係です大小の差こそあれ違いは避けられないものです大きな違いとしては例えば家族の誰かが異性と同妻関係にあるような場合が関係考えられますこの場合 家族の一員に対する愛、そして戒めを守る決意という2つの大切な価値観の間で葛藤が起こります。救い主の模範に従うなら、私たちは愛にあふれる優しさを示しつつも、自分が間違っていると分かっていることを助長したり容認したりするような行動を取らないことで、真理を確固として守ることができます。最後に家族関係に関するもう1つの事例を紹介します。 10年ほど前にアメリカ中西部で行われたステーク大会で一人の姉妹に会いました彼女のご主人は12年間一緒に教会に来てくれましたが教会に加わることはありませんでしたどうしたらよいでしょうかと尋ねられ私はこれまでどおり正しいことをすべて行いご主人に忍耐と思いやりを示すよう勧めました1ヶ月ほど経って彼女からこのような手紙が届きました 私は12年間よく忍耐したつもりでしたが、果たして十分に思いやりを示してきたかと言えると分かりませんでした。そこで1ヶ月以上懸命に努力しました。そしてオッターバプテスマを受けたのです。思いやりは家庭という環境では特に力強いものです。彼女は続けてこう書いています。今私はこれまで以上に思いやりを示そうと努力しています。 今年神殿で結び固めを受けるために準備しているからです6年後彼女からもう一通の手紙が届きました夫がワードのビショップに召され任命を受けました人生で経験する実に多くの人間関係や状況で私たちは違いを受け入れなければなりません重要な状況において信念の違いを自分から否定したり捨てたりするべきではありません しかしキリストに従う者として私たちは異なる価値観を持つ人や自分たちにとって基本となる教えを受け入れない人とも平和に暮らす必要があります。預言者に示された恩知の救いの計画により私たちはこの地球という環境に置かれそこで主の戒めを守ります。そのの戒めの中にに、は、主が私たたちを愛されたように 私たちも文化や心情の異なる人を愛するというチャレンジが含まれています。「モルモン書」の預言者が教えたように私たちは神と全ての人を愛して力強く進まなければなりません。混乱の多い世の中で生きていくのは難しいことですが救い主が私たちを愛しておられるように私たちも互いに愛し合うという戒めはおそらく私たちの最大のチャレンジかもしれません。私たちがこの教えを理解し あらゆる人間関係や活動で実践しようと努力できますようにイエス・キリストの皆により「アーメン」。